はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、とりあえずこのショップのバカ高いシルフィーの服は全然金がないんで買えませんけど、これさ、今まで仮に全部貯金してきたとして買えるだけのお金になんの？それが謎なんだけど。とあと最近ちょっと、まあ動画の長さが1時間ちょっと超えるかなっていうくらいになってきたので、まあもし今後、まあ前からちょっと言ってますけど、長くなるようであれば1時間くらいで収めていきますので、なるほどね、お姫様を助けてベガと戦って買い物を楽しんでいたと、あの泥棒猫から。服がいいの？そんなに服が。私のも構いませんけど、あ、私のもいいよ。あら、それなら私もいいわよ。張り合おうとすんなよ。そんなよくわからない作りの服、どれも嫌だよ。これは迷ってしまいますね。そのあたりの論争は後にした方が、今は確かめることが他にありますし。まあ、さくらのね、やっぱ和服はいいっすよね。うん。そうだな、博士。今、タルカロンの周りはどうなっている？うん。金の鎖が消えたのよね、さらりと。オーマの連中か？タルカロンの中では合わなかったが、上空の揺らぎに入るのが見えたのね、小型機が。そのバルログっていう戦艦から来て戻っていったというのなら辻褄は合うってことよ。そうなるとやはり行かなければならないな。ベガをこれ以上放ってはおけない。この隆起1号で突破は可能なのでしょうか？もちのロンよ、エンジンは温まってるし、すぐにでも。もう行くのか？なら俺たちも一緒に行くぜ。いいのかよ、自分の世界から出ちまって戻ってこれるかわからないぜ。よその世界に行くのならだいぶ慣れっこだ。それにあんたらへの借りもあるしな。ああ、僕たちだけではエステリーゼ様を無事にお救いすることはできなかったはずだからね。私も連れて行ってください。冒険の中でちゃんとお返しをしたいんです。そんなワクワクの冒険じゃねえぞ。まったくお姫様ってやつはよ。まあ姫っちゅうのはちょい変わり者でバトルもできるのがお約束じゃからの。話は済んだ。上空の揺らぎがいつまで安定してるかわからないんだけど。わかった、行こう。改めてよろしく頼む、ユーリ。ああ、お互いおてんば姫様のお守り同士、よろしく頼むわ。前はこんな感じで魔界へ行ったな。今はどうなってる、博士？次元の壁は抜けたわ、無事に。もうテルカリミレースからは出てるのね。周囲の大気成分は地球と変わらないようよ。どの世界かは分かるのでしょうか？時代なども分かればレポートしやすくなります。そこまでは。ただ前方に高エネルギー反応、高熱源体が浮かんでるようね。パルログかな。熱源はブースターだと思うが。モニターは出る、博士？はいはい、慌てずとも。あ、見えた。本当に戦艦だ。武装飛行船エイハブみたい。間違いない、バルログだ。なんて巨大な戦艦。この隆起1号もかなりの大きさだと思うけど。ええ、その日じゃないわね。この車にある施設を考えると、あっちの中にサッカー場くらいはありそうだな。この車両に遊ぶ場所が多すぎるだけで戦艦にそんなものないと思うけど。それにしてもあんなでっかい鉄の船が浮くとかさ、妖術かなんか？おそらくは神秘の科学と無限のエネルギーじゃ。で、どう乗り込むかの？後方の噴射口に、ん？噴射口の付け根に内部に続くハッチがあったはずだ。では、後ろから追いかける形になりますね。追いつけるのでしょうか？日本の科学技術を見くびってもらっては困るのね。それに、秘密機能もあるし、当然。少し嫌な予感もするが、博士、後方から接近してくれ。ラジャー、了解よ、レイジ君。めっちゃ近づいてんな。この戦艦の索敵能力どうなってんだよ。明らかに怪しいものがさ、近づいてきてんだろう。あれ、もう少しだと思ったら、博士どうしたの？もう一息でしょ？バルログが速度を上げたよね。それにエンジンの近くで乱れてるのね、気流が。今一歩、どうにかならんのか。エンジンの出力限界を解除するコードがあるの、こんなこともあろうかと。おう、みんな大好きリミッター解除。そんなんあるならやっちゃれー。期待は持つんだろうな。そんなヤワではありませんのよ、この隆起1号は。ただ簡単に解除できないようにプロテクトがかかってるのよね。
何でもいい。できるならやってくれ。このままじゃ動きようがねえ。ラジャーよ。それじゃあ、そうね、X 君はいるかしら。博士、俺に何か。エンジンのリミッター解除に音声入力が必要なの。協力してちょうだい、早急に。神器解放みたいなことを言えばいいってことでしょうか。そういうこと。じゃあ X 君、認識コードは緊急加速装置よ。さあ叫ぶのよ、声高らかに。音声を認識して緊急用ブースターが点火されるから。了解。緊急加速装置。あと一息ね。本当にこの流れだとあの子に頼むしかないよね。レジ君いる？博士、どうしたんだ？ X たちが首をひねっていたわ。音声認識コードでブースターの出力がアップするのよ。だから一丁叫んでちょうだい。なんでいちいち音声入力にしてるんだ。緊急加速装置よ。ほら早く、ハリーハリー。まったく、緊急加速装置。こいつらなんで選ばれたんだ。よくわからん。やった、ギリギリ届きましたよ。煙上げてんじゃねえかよ。ああ、降りて侵入するぞ。うわ、すげえ風だ。みんな、吹っ飛ばされるなよ。飛竜、ハッチというのはどこだ？すぐにわかる。連中が出てくる場所がそうだ。え、連中？今頃迎撃部隊かよ。対応遅すぎだろ。ストライダー、やつかと思えば、こんなところにまで。この船は落とす。担当直入だな。もっと確認すべきことがあるんじゃないかい？そうですね。あの魔人、ベガは戻ってきているのですか？私はあの男のお守りではない。お守りか。お守りではない。知ったことか。最初に奴と言ったのは誰のことだ？ベガではない。というのは証言からも明らかです。そうなると。大間の誰かって可能性があるわね。ああ、博士が言ってた小型機というのが、このバルログから発信したものならな。オーマ、ここに必ず、ここに戻らず、どこへ行った？こういう時に限って姿を消すとは。誰でもええわ。そいつらがおらんちゅうことはチャンスやで。ああ、ここは連中の移動拠点だ。潰せば戦力をかなり削れるはずだ。好き勝手なことを。その程度の日通と武装もない輸送機で何をするつもりだ。内側から食い破る。そこをどけ。ならばますます進ませるわけにはいかんな。おい、あいつらを出せ。あれ、黄色いやつ、宝箱か。あれ、荒神、やはりここで培養されていたのか。観音島で、これは非常事態ですね。開発ドックでは他にもいろいろと進んでいる。邪魔はさせない。勝手によその時代の怪物を持ってきておいて偉そうに言ってんなよ。ふん、余計な連中が戻ってくる前にこの船を制圧してしまえばよかろう。なめるな、できるものならやってみろ。消えた。すげえな、ワープできるって便利だよな。ソロ、指揮は任せる。荒神どもうまく使え。承知した。トンプーの方が偉いのかな。時間を稼ぐ必要があるか。やつらの調整が終わるまでは。これは確実に増援の匂いがするな。出撃ユニット、バイオシリーズが出てるな。こいつはいいかな。大神はやっぱり入れたい。加速があるんで。あー、こいつも入れたいな。射程じゃなくて、ムーブ6だからね。ドットハッカーズが抜けてるか。どうしようかな。18レベル。どっちか外すか。それともドットハッカーズ、今回お休みするか。悩ましいね。出撃数10っていうのがね、やっぱり。少ないよ。ストライダーズは出てるしね。バイオチームは今回入れときましょう。チュンリーも外れてるか。まあいいや、これで。OK! 敵ユニットアバドンは出現後5ターンで逃げ出してしまいます。またそういうお宝ユニットがいるのか。左右が爆弾があるな。とりあえずヒリューでこいつをぶん殴るか。仕留める。ブロックなし。やっちゃうか。
めちゃうからさ、一丁上がり。キリッ、トントン、あれぎり。敵は打ち果たした。次は行くぞ。ちょっとこいつは移動するときに、あ、あそこにいるね。頑張ろう。こっちの移動 6だろう。あれ、隣にいたらダメなんだっけ、それとも通過したらダメなんだっけ、なんか忘れちゃったな。コスモスは常にブーストをかけよう。準備はいい？ブースト使って5だからな、ブースト2にしてほしいよな、移動力プラスを。分かったわ。こいつも4か。大神先生のこれを使うか。突撃だ。お、大神そのものも読んだっけ。ま、あんまり SP の無駄遣いしてもしょうがないんで。さてさて、宝箱はあの黄色いやつ1個かな。経験値ゼロ。わあ、右の方にあるね。あとあのアバドン的なやつも倒したいしな。結構あるな、3つあったな今。必殺技使ってくるか、いきなり。しかもクリティカル出てるし、破壊する。そのまま攻めてきてんな。まずはちょっと状態上を回復させないと。このアバドンはこいつで倒す。射程が3あるから、こっから行けばブロックはなし。ヒットポイント5700、一旦で倒せんな。こいつ何持ってんだアイテム。お、レベル21、スペシャルグミ。そこまですげーって感じじゃないな。まずこの荒紙をぶっ倒そう。ストライダー先生、お願いします。よーし、やっちゃうから。赤黒の燃え尽きるぞ。手裏剣ヒッカリボー、ドカーン。キリ、ここだ。ヨーマ、大変。てか、めっちゃヒットポイントある。異常なんだけど。あ、地面ついちゃったかな今。おお、切り火か。あぶねえ、あぶねえ。10万くらいあったよね今。7万1000。あとはまた荒紙を排除しつつ貯めるか。ブロックなし。ここは一気に片付けます。所詮は獣だ。あ、そういえばスキルスロット増えたけど、セッティングしてねえや。こいつ5あるから。あ、しまった、痛い、当たってしまった。宝箱回収部隊にするか。クリス、うわ、ちょっと無理か。こいつでゲージを貯めよう。お願いします。一気に150まで貯まったな。こいつ 0% からいって、どこまで貯まるんだろう。あ、残ってた。てっきり殺したかと思ったら。で、3万だっけ、3万7000あるか。ちょっときついね。一回ちょっとこれで減らす必要があるな。仕掛けるぞ。抜けろ。忍術、かまいたち。力の限り戦います。シルフィーロー。結構飛んでくね、こいつ。メイクアップ。レミナンサイズ。セクシーズ。29000。
うおぉ痛い。で、経験値アップも使おう。どれだ？ジェネシス。スキャニング。俺たちか。さて、消えてもらおうか。これの。しっかり頼むぜ。オレリックザル。弾球が。俺が行く。道を開けてくれ。誰よ、そこだ。足を止める。止め。集中させる。ないぞ。しないで。5000クリティカルと気絶が入ってるから倒せんなこれ。オーケー。16レベルか。一気に17、後半まで上がった。よし、大物撃破やりましたね。でもこのクラスの荒神がこの船にどれくらいいるのか。第2波が来る前に開発ドックを破壊しなければなりませんね。正義を見せよう。コスモス左の方に宝箱は、なんかすっげえ広いなこれどこまでがマップなんだ。右の方に宝箱、あとこっちの方にもね、あ、もともと2つしかないのか。3つあると思ったら、この奥の方にあるかなって思ったら全然ないっすね。よし、あとはあの荒神か。気合十分です。一旦この回復を使うか。あ、結構減ってんな。やっぱりチョコレートの出番だな。了解。集まってきよるわいや誰か燃えたぞ。あなた一気に行かせてもらう。キャプテンストーン、これで完成だ。キャプテンコルド、任務完了。当たれ。でー、足りるよ。大神って銃使うんだね。こんなとこいつも楽勝だな。燃えろ。燃えないか。あとあの荒神か。こいつは動かない。結構動いてくんな。110% あるから防御しとこう。ふん、無駄なのだよ。さすがに荒神でけえな。ただまあこのくらいの戦力であれば楽勝だな。ブロックはなし。セガタさん、お願いします。だこれ使いづらいぞ。どこへ去っていく。しかもこいつの動きに、うわー、気をつけなきゃと思ったら、ちょ待って待って待って、ほいほいほい、はいはいはい、こうね。ブロック持ちか。ダメよ、帰り。勇気と覚悟で行くから。爆発へ、そこ。ヘッパー。前に出るから。終わりよ。お料理は得意だから。当たって。こんにゃろー。やられ役も見せ場ができて。ち、予想よりもこちらの戦力消耗が早い。見通しが甘かったよね、トンプ。こちらには荒神専門家がいるのよ。その通り、外の世界に持ち出されちゃ困るもんね。うん、だからどうした。バルログの戦力がこれだけだと思うのか。これは何兵、いっぱい混ざってるな。さすがは敵の移動拠点といったところか。いろいろと出てくるな。レプリロイド、シグマの部下たちか。
人気兵まで。以前奪われた人気兵はここに運び込まれていたんですね。それにタイランとか。確かに BOW 初期の傑作だが、こんな古いものを量産しなくてもよかろうに。しかし本当に空飛ぶぶっこだな。ここにシャドルやオーマが加わったら、飛んだ悪の移動要塞の完成だよ。放ってなんておけない。それじゃあこっち方面の専門家たち頼んだぜ。了解だ。レプリロイドの相手ならば慣れている。 BOW にもね。さあ始めましょう。私たちの目的を忘れないで。片っ端から放り投げて中に入るのだ。ああ、まるで竜の背で戦っているようだ。落ち着かん。飛竜たちの意識はだいぶ前方に向いている。そろそろか。なんだ、まずはこいつを排除しよう。マルドゥーク92000。ここはやっぱりまたストライダー先生の出番だな。ブロックが硬いな。ブロック崩しがあるやつは結構いいね。やっぱりロボロス発動死ぬがいい2万。次一発技使えば倒せるな。よし、大神でこいつをぶん殴れば、ぶん殴れないから、風、これを、まず自分と、ついでにコスモスにも貼っとくか。で、大神の SP がないんで、ここで SP を回復させよう。いやー、やたら使うねー。こう見えても先生ですから。お願い、止まりなさい。もう誰も傷つけさせない。100まではさすがにいかないか。コスモスとの こいつは宝箱回収。攻撃できるやつがいねえな。普通に倒そうとしても105だから、反撃の必殺技を使ってくるね。どうしようかね。揚げパンでも食いますか。揚げパフェか。さて、19 18 20 20、やっぱりこいつか。ジェネシス、ジェネシスなら私たちね。作戦正面からだからな。つけなさい。連撃だ。頼りにしてるよ、ユーリ。魔人レンガゾン。キーガー、キサトム。仕留める。俺が行く。道を開けてくれ。アンカーだ。行け。はい、甘いわね。線が通った。通す。止め。もらった。いや、これはね、ちょっと残るね。どう考えても。当てるだけだ。確実性を取りましょう。この調子で最後まで行けばいい。よーし。すげえ、17から一気に19になった。観音島で生物兵器として利用するなんて特別なやつなの？群れのボス？そう言ってもいいかもしれません。荒神を統率する能力を持っています。生体兵器を本格的に運用するつもりか。興味深いが、やつらが使うのは気に入らん ない。さて進め。俺たちの番か。何事も便。倒せるやつは倒す。私ができることをします。ブロック崩しがない。いきますよ。巻き起これ。ピコハン。ホーリーダンス。華麗に決めちゃいます。これがセイクリッドブレイム。落ち。仕掛けるぞ。当てる。走れ刃。セイク。ルミナンサイズ。うなれ。すごい。先行。そう。ざっとこんなもんか。よっ、どうしますか。さて、あとは前進をするだけだ。行くわ。クロムとか大丈夫かな。あいつ一人で突然増援出てこないよな。ブロックはもちろんないから。
も傷つけさせない。ザンギはからバックパシャットダウン。パクいや。なんかコスモスとの絆を感じたよ。よし、19レベル。探知はできませんでしたが、抜刀絆。行くわ。お返しは。みんな見てて。行きます。振りかぶってこれでどう？ダメよ！マユリ！ケンサー！運命って克服できる。さて。おお、爆破している。これはあれだな、普通の攻撃で全然大丈夫だな。現時点をもって。もう反撃できる SP ないぞ。毒になった。さてここら辺のやつらをどうするかだな。反撃不能食らった。ちょっとメットールはいて、このメットールのくせに生意気な。地中にかすごい戦闘当てる。神聖なる眷属、なるべく複数技で一掃したいんだけど、複数技このメンツだと誰が持ってんだ。みんなこっちに来るね。承知した。ソロはまだまだだな。もう2ターンかかるな。どうしますか。ちょっと待ってね。ステータス、これで見ればいいんだ。 S が2つあるやつじゃなくて、ここを見るんか。見づらい。あ、ある、大神あるな。よし、ここで何体、4体。まずメットールは確実に殺そう。オーケー。倒せねえのかよ。なんかが試食可能になったけど、マジかよ。やっぱりチュンリーを連れてくるべきだったか。状態異常を直す。バイタルスター1個使っとくか。強気で。タイラントいくつだ。スーパータイラント、いろいろ無効だ。2万あんのか、すげえな。まずこれでブロックを外す。こいつのフライパン気絶率高っけえな。でコスモスはこいつを倒す。なんかなるべく奥から攻撃したいけど、後ろ向いてるけど後ろになるんだね。弱っこいつ。あ、そうか、後ろからの攻撃だからか。勝ちましたね。お腹すき。そうするとこいつをぶん殴って一回100にして、こいつで全体攻撃をかけるか。よし、それでいこう。お願いします。なるほど先生。2000くらいは援護攻撃で減らせられるのかな。いや、なるほど先生のせいではない。入らんか。
マジか。こいつだってないもんね。ない。ユーリは？あるな。ユーリ持ってんな。対象2体。そうか。そういや、そうだったな。じゃあ、こいつで行くか。仕掛けるわね。当たれ！長期戦になるとまずいな。了解。で、ストライダーで、こいつをぶん殴る。後ろだ！せい！あいだ！あたし的には、まあまあかな。先は長い。おー、出てきた。む、またロボットか。あれはベクター。第四帝国の遺産もここに運び込まれている。ふっ、ようやく調整が終わったか。調整って何よ。人間にも見えるやつも混ざってるけど。おお、ブラックハヤト。自由がこんなに素晴らしいものとは。ハヤト、やっぱりハヤトね。知り合いか。悪いが、どうにも悪人面に見えるんだがな。神崎ハヤト、ジューンと同じスターグラディエーターのメンバーだよ。ということは味方か。とてもそうは見えないが。以前会った時から様子がおかしいのさ。何かに操られているようだがな。操られている？俺は俺自身だ、クズどもが。くだらんことを。ふん、前よりも調子が良さそうじゃな。ノリノリではないか。もしかしてエステル姫みたいにベガに操られて。いや、やつはその前からアイダウイルスに侵されていたはずだぜ。なんか片言になっちゃったよ。その様子がないってことは、アイダは除去された。ハヤト、調整が終わったか。ならば働いてもらおう。俺に指図をするな。俺は俺のやりたいようにやる。今のお前が安定してお前でいられる理由、忘れたわけではあるまいな。そんな口を聞いて、またああなったら、どんな顔で我々に頼むつもりだ。分かったら、お前の目の前にある輸送機、ストライダーたちが乗ってきたそいつを落とせ。奴らからまず足を奪う。そうすれば我々を追うことも難しくなる。いいだろう。今は貴様らの言うことを聞いてやる。だが、この体が完全に俺のものになった時は、クク。なんだそれ。不穏な気配がギュンギュンしますが、ミスター神崎は素直に従うようです。そんな、ハヤト。ジュンさん、諦めちゃダメです。きっと助ける方法があります。その通りです。でも、今やるべきことは他にあります。ああ、車両を守ることだな。壊されでもしたら身動きが取れなくなるぞ。博士、一時離脱できるか。主の車両が狙われておるぞ。さっきの緊急加速装置の連続でオーバーヒート中なのね。そう言われても。なんだと。復旧にどれくらいかかる。あと数分ってところ。なんとか持たせて、御曹司。よろしく。簡単に言ってくれるな。仕方ない。なんとか敵を近づけないように。後方から高熱源体接近、接触します。はい。接触するって、え、コスモス？天空のナイトシェイド。名前はかっこいいな。ただ怪しい奴らだな。あああれ、こいつ最初の方に出てきたあれじゃん。嘘、落ちた。オーマイガード、ドクター。今ぶつかってきたのはステルス戦闘機。上に人が乗っていたのか。ふう、やっと止まったわ。ついてたわね。ついてないよ。アンラッキーだよ。どうしてくれるのよ。何が起きたんですか。乗っていたのは全部忍者さん。あれ、なんだっけ、姫かだっけ、ほのかだっけ。久々に出てきたから名前がわからん。日の香姉さん、日の香か。日の香姉さんじゃん。あんたは確か夏。それに日の香、どうしてここに。あなたまで。これはどういうこと。ここはどこなのかしら。また忍者。少しはバランス考えか。どんだけクリティカルヒット狙いじゃ。待てよシャオム、そんなことより日の香がここにいる理由の方が重要だ。彼女がここにいる理由、どういうことでしょう。日の香は我々の時代よりも先の時間、未来から来たくの市だ。そのようなものがどうしてここに来た。私は仕事中にこの空域に紛れ込んだだけ。突然開いた揺らぎを通ってね。戦う場所を選ばないとは、さすがはくの市だな、日の香くん。セガタ、あなたもいたのね。そういう任務もあるのよ。そしてステルス機が制御不能、いえ、誘導されたのはあいつのせいね。
あいつ心当たりがあるんですか。黒鋼、中富財閥のサイバネティック兵器よ。おぼろ一族の当主が持っていた妖刀、悪事機回収の障害となるサイボーグ、そしてそれを始末するのが私の任務。悪事機の回収？ヒノカ、どういう意味だ。知らない方がいいわ、今はね。それにそんなことをしている暇もなさそうだし。く、どうやら連中の仲間のようだな。だが、図らずとも輸送機の排除はできた。あとは残った者たちの始末をつけるだけだ。ハヤト、分かっているな。言われるまでもない。え、この悪人みたいな忍者は一緒にいた。運がなかったな、ストライダー。これで態度はない。てん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 。ほんと、ついてないわね。他人事みたいに言うなよ。お前の乗ってた飛行機がぶつかったからだぞ。ステルス機は制御不能に陥ってたのよ。私のせいじゃないわ。でも所詮は言い訳ね。協力させてもらうわ。素敵な鎧ですけど、信用してもいいのでしょうか。彼女は忍び機関のエージェントだ。俺たちと時代は少し異なるが。忍び機関、もっとちゃんとした格好した方がええんちゃうか。シンラも人のことは言えないと思いますけど、ともかくよろしくお願いします。ヒノカさん、よろしく。それじゃあ始めましょうか。時と場所を越えてたどり着いた先に、黒鋼と悪事機、何が起きているのかしら。やっぱりついてないわ。まあ一生これで。あれ、いなくなってる。こいつらどこ向いてるんだ。いないよ。てか後ろの方に出てきたね。じゃあここら辺で一旦型をつけるか。ユウで時間をメットールを倒しますか。神聖なる眷属、てかメットール買った、マジ買った、めっちゃ硬い。なる眷属、メイクアップ、私のセクシー台風。俺に勝つのは100年早い。本にまと、あ、あとこいつも動けるか。後ろから狙おう。戦闘、よし、ブロックなし。チームワークを忘れないで。いやあ、メットールのブロックは硬すぎでしょう。この一戦引けません。インパルス、一発撃沈、サイレントロープ、目標撃破、ミッション、オッケー。じゃああっちの敵が近づいてくるのを待つか。ここで戦闘をしつつ、こいつって必殺技使ってくるのかな。使ってこない。カウンターが発動した。お化粧が落ちそう。ダメじゃないわよ。こっちよ、終わりよ。フライパンでとどめだから。狙い撃ち、これでこんだけ。そこだ、こりゃあれなんだね。消えろ、そこだ、狙い撃ちだね。永久の攻撃をちょっともう一回鍛えようかな。そろそろもう一段階いけるはずだ。てかヒット分ではちょっとやべえなあいつ。ちょっとマジで大丈夫か。頑張ってカウンターしてるけどさ。倒せないか。まあ結構あったからな、ヒットポイントは。大丈夫か。もう3000ちょいしかない。おお、こっち来たー。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。とりあえず宝箱を取ってトンズラだ。奇妙なコーヒー。いや、戦闘開始するか。ベクターが2万。必殺技が使えるようになってからにしよう。なんでまずアリス・レイジ、君でポイントを貯めさせてもらうよ。思い切っていこうよ。
進むしかないもんね。いきなり進みました。銃を入れたら進めば、その位置だ。なるほど。オーケー。もう年ひでえ、気絶した。まったく。あとヒットポイントの回復、これ減ってきたな。レモングミューの方がいいか。でちょっとリンゴ食うか。すげえリンゴだな本当に。でもね2万はね減らせられないと思うんだよね、さすがに。一斉に攻撃しましょう。ブーシュ、上から行きます。ワヤコプター、ガストロッチ。飛びすぎでしょこいつ。ビッグの術で終わりにします。見ないで。なんかあんまり当たってない気がするんだけど。絆が生む強さを、絆が持つ力を。なかなかの強敵ですね。いて、カウンター食らった。ひどい。回復させよう、アップル組で。あとはちょっとな、あの爆弾が置いてあるかな。おごとん極める。ホーリア場外だ。結局投げられなかったな。稽古の心得。どうするか。こいつでいいか。ここは一気に片付けます。ホーラフィールドの刃、クライアンテース、ジェノサイドギア、対空射撃。私の血の力をこの一点に。エネルギー凝縮。誰もいない。対処完了。まだこいつで宝箱を取りに行こう。こいつも来るのか。ストライダー行くぞ。少し向かわせるか、こっちに。ユーリーも向かわせよう。でここの舞台がちょっと手薄だから、スーパータイラント。まずはこれで。了解、ミッション開始だ。アレスの翼よ、サイバーブルージェット。悪は滅びる、それが世の常だ。キャプテンコルド、正義を出す。1万3000は、おお、いったか。エリカ君、勝利のポーズだ。で、バイオハザード組はちょっとこっち。攻撃不能か。いけそう。よくも殴ってくれたな。ゼフ、後方支援は慣れてるの。キルゼフ、やっぱり後ろからやるとだいぶ違うな。普通の攻撃で2万いったか。やっぱ横とか後ろからだな。コスモスもいけるかな。まずは先生お願いします。いや、こっちがお願いしている。いけるねー、さすがだな。痛みも私を。よし、20レベル。あなたが満たされた。スキルスロットやらないとな、本当に。いいだ。これだけ。うお、やばい。ちょっとファイアーエンブレム部隊が反撃。かなりきついぞ。勝利のために進みましょう。今のやるじゃん。ブラッシュ、ガストフィールの槍、ビッグの術で終わりにします。すいません。ギルの槍、倒す、倒します。絆が持つ力を。終わりです。お父様、体は大丈夫。18レベルか。頭が、うおー、来るな。これ完全防御しよう。
真っ二つにされた。やられた。防御。ちょっとまずいんじゃないか。無茶は禁物ですよ。届かない。さくらとアリスレイジを向かわせるか。あ、しまった。痛い。なぜか爆弾を踏んでしまった。ストライダーヒリウムも向かわせよう、こっちに。で、こっちから来るのは左の方にもう寄ってきてるから、これを左に向かわせよう。もうこいつは雑魚だな。ユーリ、今の戦い。神羅、剣山。で、この大神とコスモスでソロを倒すか。お兄ちゃんなら。これは反撃を食らうな、多分。傷つくのかな。傷つした。やった。 OK。クロムヒットポイントを1回回復させて、こいつは横からだな。やはり基本はサイドから攻めた方が。まずこれでブロックを解除する。こいつ気絶すんのかな。やっぱちょっと見てみよう。毒向こう、ゾーンオブなんだっけ、なんとか向こう、ヒットポイント吸収。超バックアタックってなんだよ。超バックアタックって、超バックアタック、超サイドアタック、そんなんあんのかよ。横から、ほい、皆さん私に続いてください。取りすぎだよ、ちょっと。ガストロッチ、大きくなります。これくらい痛い。どうですか、この一撃なら。やめて、危険騒動。銀の槍、やめて。もう誰も死なせません。ちょっと微妙だったな。未来のために、私の心に。で、こいつちょっとやっぱり機動力がね、ないからね。エリカたちの出番です。ハンマーです。これでどうだ。マラカスマジックショーだ。あ、そうか、気絶してたからか。これで終わりだ。よく眠りなよ。くらえ。甘いわね。止め。確実に反撃を食らうな、これは。おお、大丈夫だったか。大神頼んだぞ。まずこれでブロックを解除しよう。いい流れできてるよ。これが私の答えだ。パワー全開。ミッションコンプリート。形だけはかっこよく決まった。損傷大、戦闘の続行は困難、離脱する。追いかけたいけど、ここじゃ身動きは取れないな。焦るな、我々の目的忘れるな。これ戦艦に潜入することだ。これは完全防御だな。まあ複数技じゃなければ完全防御が発動できるんで。私の本気見せてあげる。
よし、すっげえギリギリだったけど倒した。これはでかい。行くぞ、いざ勝負。おー、ちょっとこっちだな、本当に。応戦しなくて大丈夫か。3000か、結構食らうな。100%、ちょっと完全防御だな。また真っ二つになってしまった。俺は何度真っ二つになればいいんだ。これさ、防御しとかないと。超バックアタックだからね、超バックアタック。宝箱回収完了。極上万能ソーダ、回復としてはなんか良さそうだな。で、ちょっと100溜まっているから一回回復をさせて、横からだな、やっぱり。こいつはできれば倒したいんだけど。少し騒がしくなりますよ。はい、上から行きますよ。これがね、どっか飛んでっちゃうからね。ノッチ、大きくなります、すごく。ほい、あー、ダメか。こっか、全然遅い。ここら辺いいね。7800だったらいけるっしょ。いったな。ちょっとギリギリだったかな。おお、18から20。背中合わせ。悪事む、諦めなさいお人形さん。とりあえず任務の一つは片付いたわね。ヒノカ、やつは未来のなんだ、俺と関わりがあるのか。言わないでおくわ。あなたの時代の歴史が変わってしまうかもしれない。それとも自分の未来を他人から聞きたい。やめておく。自分の未来は自分で決める。それがどんなものであってもな。それがいいと思うわ。おぼろ一族のご当主様。よし。で、こいつ届くか。届かない。大神どうしてだっけ。いるな。大神先輩、お願いします。どこどこどこ？いた。よし、突撃だ。ちょっと待って待って待って。だいぶ操作が。よし、行こう。オーケー。これでまた 100% まで貯める。このままに敵が死んでしまった。いやー、行かなかった。敵が弱すぎた。レベルは上がった。95% か。トンプを倒したいから、俺たちなら一応ちょっとこっち行くか。俺だな。こいつはな、必殺技を使いたいんだよな。わかりました。ちょっと見づれえな。届かねえか。私ですね。コスモスも届かない。オーケー。こいつも届かない。しょうがない。ストライダー飛竜、あいつにはちょっとじゃ眠っててもらうから、この雑魚敵くんをぶん殴るか。多分必殺技を使ってくるからガードをできる。 XP を貯めておこう。完全防御。あれ、使ってこなかった。まあいいか。完全防御が無駄になってしまったな。6800はいけるっしょ。こいつちょっとね、ヒット数が少ない気がするな。その代わり単発が強いのかな。うおー、反撃不能になった。また真っ二つにされるのか。これが俺の運命なのか。しかし俺は何度でも蘇る。ストライダー飛竜攻撃できるかな。いけるな。よし、じゃあちょっとこいつを倒して、また貯めて。頼もしい味方がついています。分身太陽の鳥よ、我が子だ。ビッグの
術で締めくくります。やだー、カモン、ここだ、キルカーで終わりだ。船中、どうして。さらにこいつが後ろから、今後ろだったかなんか微妙な感じがしたけど、うおー90か、もう誰もいないよー。で気絶しているやつをクリフで、ちょっとこの角度は見づらい、これだな。出花をくじかないとな。俺たちで決めてやろうぜ。面白くしてやるよ。怖いわね。やっちまいましょう。勝利だ。よし。おし、だいぶ溜まった。よく味わいな。抵抗しないで。と。吹っ飛べ。めっちゃ吹っ飛んでんな。なんか最後変な音しなかった。ああ、こいつまだ20になってねえのか。で、トンプは誰で倒すかなと。後ろを取れるやつが5万7000か、かなりきついな。ただなんか攻撃力の高そうなやつ、アタック303、アタック403、超強い、393。こいつでいこう、まずは。で遅れないでよ、崩す。ここは援護しちゃいます。お願い、ハイパルト、シャットダウン、シャットダウン、もう誰も傷つけさせない。やだ、攻撃からバック、止まりなさい。ほい、最終局面に突入、終わりにします。14000、これは耐えろ。また真っ二つ攻撃か、好きだね真っ二つ攻撃。大神、神のご加護、横から。こいつは自分の崩しがあるから、悪を滅ぼす、それが使命だ。燃えろ、ファイヤー、俺様の登場式、雑魚には飽きたぜ。もうちょっと飛びすぎたな、だいぶミスが目立ってる。全然ダメだった。行くよ。正面か、なるべく横がいいからな、こっからだな。崩しがない、しょうがない。私で大丈夫です。いや多分ダメだと思う。敵を撃つ、敵を貫け、もっと俺を引き立てろ。面白くしてやるよ。これ練習したんです、私のおい、人と使おう残った、超もったいねさよならだ。く、今は離脱するしかないか。逃がさん、まだ蹴られるわけにはいかない、もう少しなのだからな。バルログによる侵攻、兵器開発、それよりも重要なことがあるのか。わからん、何もわからん俺には。どうするかな、ヒットポイント次第では5万か、ちょっと厳しいね。後ろから出なきゃ遊べんのか、行くぞ。ホームラン、みんなで戦い、ホラン、あらわり、真っ赤にたぎる遊びの地、こりゃすがすがキック打ちまくり、王家方針、チェンジ、貫いて、王家方針、ロー、貫いて、打ちまくり、王家方針、精進が足りませんでした。ストライダー飛竜で後ろから狙えない、横か、まあしょうがない。崩しがないから自分で崩すか。ここは私にお任せしよう。過激団が援護します。逃がさないで、メイク、ほら、それ借りるわね、覚悟、これが私の超大きい、あれほどき、てか100溜まったな
ボスキラーなら全然いけるっしょ。楽勝だな。グオー、あ、頭がまだ抵抗するか。この体は俺の。ハヤト、いい加減に目を覚まして。あなたは利用されているのよ。黙れ女、俺は俺だ。この体は俺のものだ。二つの人格が干渉し合っているようです。調整不足だと思われます。だったらつけ入る隙があるよ、ジュンさん。そうね、さあハヤト。グワー、夜な女。ハヤト、まだあなたを取り戻すチャンスはあるわよね。こっちに入ってくんだ。左から出てこなかったっけ。このハッチから忍び込むんですか、飛龍さん。ああ、ここから機関室に抜けられる。その先が開発ドックだ。行くぞ。ちょっと待って、博士が心配で連絡は取れないのかな。電話してみるかの。おい浦島、生きとるか。こちら浦島、生きてるのよ。一応急にぶつけられたけど何なの。すごい勢いで墜落しましたが、どうやら無事だった模様です。おけがはありませんか。車体も大丈夫でしょうか。そのあたりは大丈夫。コックピット全体を満たすエアバッグとかあるから。どんな状態になるんだそれ。それにしても許されないことよ。犯人を見つけたら叩き込んでやるから、お仕置き室に。うん、黙っておいてくれ。そのような施設もあるとは侮り方し。犯人は不明だ。それより龍騎1号の状態はどうだ。いいやつだなホツマン、お前は。飛んでるのよね、修理しつつ。その戦艦の5、600メートルほど下よ。上がってこられるか。なんとも出力が安定して上がらないのよね、今のところ。状況了解しました。私たちはこれから戦艦内部に侵入して動力室を破壊します。もしこの船に脱出系の類がなかったら龍騎1号を使うしかないわ。頼んだわよ。一応もう一つ手があるのよ。そっちには手を回しておくから、電話で。何、電話だと。いつまで話している。敵の体制が整う前に仕掛けるぞ。ああ、そうした方がいい。敵の防衛隊が出てくると厄介だ。よし、飛龍、案内を頼む。みんなこっからゾロゾロ入っていくのか。ここは開発ドックだ。なるほど、戦闘機やら武器やら、いろいろ置いてあるな。パクってこうぜ。BOW などの調整もこの奥でやっているようだ。破壊してしまいたいが。プラズマ爆弾でもあればいいんだけど、誰か持ってきてない？これを使え。あれ？どこかで見たことあるような。どうして持っているんですか、瀬形さん。うむ、爆発といえばこれだ。敵の施設を爆破せよ。イエスさん、ありがたく使わせてもらうよ。ほれほれ、赤いバッテンを引いてやるから、ちゃんとそこに仕掛けるんじゃぞ。いくつか仕掛けたら先へ進むぞ。中央動力室が近い。そろそろ警備の兵隊が集まってくる頃です。飛龍さん、ここは任せて先に行ってください。お、二手に分かれるか。この場所が目的地か。そうだ、中央動力室の炉心部、ここを破壊できればバルログを落とせるまでかは分からないが、少なくとも活動は停止させられるか。では破壊工作を行います。目的は炉心部の破壊ですね。ああ、終わったらすぐに、なんだこりゃ、オブ外角に出るぞ。タイミングが合えば博士が来ているはずだ。それで君たちが黄金の鎖を排除すると。その通りよ、カーディナルガリジャーノン様。ご迷惑をかけちゃってごめんしてね。おう、ミスター、そんなこんなでアトリエで一仕事させてほしいのです。そりゃ構わんが、この時期森にはビーナーの妖精がおるかもしれなくてな、少々危険なのだ。私たちも危険なメギツネとメウサギかもしれなくてよ。メウサギは聞き慣れない言葉ね。このバーゼルを荒らすつもりなんだ。カーディナルとして見過ごすわけにはいかぬが。とんでもない、私たちがそんな悪い女に見えて。ホーマのガールズはみんないい女なのね。ところで What's カーディナル。前に PMF の子たちから聞いたことがあるわ。確かこの国の宗教指導者かしら。定義づけるならそのようなものだ。私は美を愛し
芸術に生きるただの男のつもりだが、指導者であると同時に行政責任も負う。それがカーディナルたちよ。わお、ビッグボスじゃありませんか。カーディナルには私以上の働き者が何人もいる。額縁の外のことはふさわしい能力を持つ者たちに任せておけばよい。今回の件は額縁の中のことよ、カーディナル様。あなたのアトリエの件よろしくしてね。よかろう。君たちの素性は問わぬ。邪魔もすることを約束しよう。我がアトリエとスクエアガーデンに現れた黄金の鎖を排除してくれるのならばな。ガッテンなのです。お任せ。先日鎖の調査を依頼した PMF の者たちが行方不明になっておる。気をつけることだ。あれが何か分からぬ以上責任は持てぬ。お気になさらず。私たちはその道のプロフェッショナルだから。それに、その PMF の子たちならもしかしたら上に来てるかもしれないしね。動力炉に爆弾を仕掛けたのはいいけどさ、これからどうすんだよ。勇気1号見当たらねえな。博士は今どこにいるのかな。正面、電話だ。お前は電話持ってないの？もしもし、今どの辺？もしもし、あんまり変わってないのよね、さっきと。追いかけるのが精一杯ってとこ。おいおい、博士、そりゃ困るぜ。もう、爆破を待つだけなんだぜ、こっちは。そう言われても、無理なものは無理。残念ながら、修理に必要なパーツが足りないのよね。もうちゃんと確認してから爆弾仕掛けないから。せっかちちゃんね。そっちはのんきすぎんだろ。てか、爆発まであとどれくらいだ。5秒です。え、ちょっと。始まったよ。どうするの？手を回しておくって言ったでしょ、さっき。私の代わりが到着するはずよ。代わり？そんなのいるの？シルフィーじゃないでしょうね。その辺に店が現れるパターンでしょ、これ。それは違います。そんないかがわしい店ではありません。何？スピーカー？あれを見て、あれは。ああ、こっちのお店か。ご無沙汰しております。こちら、皆様の健康有料店、空中院でございます。お店って、確かに大きく院って書いてあるけど、時々世話になっている空中店舗じゃ。なるほど、あやつめ考えおったな。はい、浦島様よりご連絡を受けまして、ただいま到着いたしました。ふう、相変わらず、異界の商人たちには、度肝を抜かせるな。でも、おかげで助かりそうです。みゆき、主はわしらの天使じゃ。とっとと降りて拾ってくれ。それがですね、先ほどからその戦艦の速度が上がっておりまして。なんだって？まさか動力室を破壊した影響が？追いかけるのが精一杯な上に、気流が非常に乱れていて着艦できません。なんてこった。無理にでも降りられないのか？こちら飛行船ですので風の影響を受けやすいんです。この速度が出ているだけでもすごいんですから。今でもギリギリってことか。く、何か方法はないのか。方法はある。なんだよ、生身で空でも飛ぼってのか、飛龍さんよ。そうだそうだって。え、何か方法があるんですか。こいつを使う。これは飛行艦用のカタパルトだな。まさかここから飛行船まで飛べってこと。冗談でしょ。冗談だと。こいつはジョークを言うやつの目じゃねえな。むちゃくちゃだよ。なんとか言ってよ、みんな。うん、面白いではないか。ああ、これか。はい、仕方ありませんね。まあ、俺たちには空中竜巻旋風脚があるからな。ガタガタ言わずさっさと飛べ。シャオメイ、飛んじゃう。あれ？あんまり驚いてない人たちがいる。どういうこと？ジン。一度やればなれる。しかも今回は吸い込んでもらえるんでしょ？ね、みゆきちゃん。大丈夫です。ぐいぐい吸収します。そうなると難度はだいぶ低くなるね。初めてのメンバーでも大丈夫そうだ。初めての人ってこんなことする機会あります？先に行く。続け。
ああ、そういうことね。あの野郎、本当にやりやがった。ちょっと待ってよ、飛竜。マジ？しょうがないな。私も行くよ。やむをえんか。ヒノカ、俺たちも行くぞ。仕方ないわね。アンビリーバボー、行った。ふふ、それじゃあ私も行こうかしら。早くしないと、この間落ちるわよ。ああ、みんな急ぐんだ。続いてくれ。これ何全部見るの？なんやおもろそうに見えてきよったで。キリュウちゃん、一丁やるかいな。ふん、言うと思ってたよ。真島の兄さん、俺は構わねえぜ。ほら、なるほど先生。あと、助手のジョージャーも行くで。なんで僕たちまで？遅かれ早かれ全員行くんだから、それにもう何人も行ってるんだから平気だって。忍者に羽の生えた人に竜巻旋風客の人でしょ？私たち一般人だよ。腹はくくりな。法廷だと思えばいいさ、弁護士先生。空中法廷なんて聞いたことありませんよ。さすが伝説の極道と現役の極道、度胸があるな。なんかもう逆に面白くなってきた。次は誰？あの、お父様、私。やりたいのか、ルキナ。はい。私も。無茶しないでください、エステリーゼ様。私がユーリカ抱えますから、それで。無駄だぜ、フレン、エステルのやつ。どうも前から異世界の姫さんに対抗意識燃やしてるみたいだからな。じゃあ行きましょう、お父様、エステルさん。なかなか長いな。一般人からお姫様まで失敗はなし。こいつは問題なくいけそうだな。さっきから船体の振動が強くなっている。早いとこ乗り移った方が良さそうだ。方法がこれしかねえならまたやるしかない。覚悟を決めるぞ。これ一番最後のやつとか超かわいそうなんだけど。マジかよ、持つかよ俺の番までって。いらっしゃいませ、空中院へようこそ。まったく助かったぜ姉ちゃん。いえいえ、皆さんお疲れ様でした。すごい勢いで吸引されたおかげで全員完璧に救出されました。その勢いでスカート組はみんな偉いことになっておったかの。それはいいじゃないですか。なかなか絶景だったね。そのために最後に飛んだのかよ。さすがだ。先生と呼ばせてもらおう。最悪。バシロンさんには後でお説教するとして、バルログはどうしました？先ほど爆発を確認しました。危なかったですね。飛び移るのも危なかったよ。ともかくこれで敵の戦力を削れたはずだ。あとは脱出した者たちと、姿を見せなかったシャドルとオーマか。この下よ、多分。博士、無事だったか？こいつは頂上だ。まあなんとかね。みゆきさん、修理をお願いしてもいいかしら。毎度ありがとうございます。ご一緒に水中モーターもいかがですか？修理だけでいいのよ、今は。そういうのはレイジ君たちに売り込みなさい。わかりました。博士、今言っていたベガやオーマがこの下っていうのはどういうこと？高度が下がった時に見えたのよ、金の鎖が、雲間から。なるほどな。やつら、タルカロンで鎖を回収した後、バルログに戻らずに降下したということか。そうなると脱出したトンブーたちが合流する可能性も高いな。俺たちも降りるべきだ。ここがどの世界の上空なのか調べる必要もある。了解よ。修理が済み次第、降下しましょうか、直ちに。では、修理の間、お買い物をどうぞ。ご一緒にご休憩もいかがですか？そもそも名前、ヒノカでいいんだっけ？ホツマ、ホツマはね、覚えた。全然ちげえ、火花だし。忍び機関のエージェント。あれ？ガリジャーノンって味方にいる。超敵っぽいのに。まあ仲間にはならないよね、多分。火花、ちょっと覚えとかないと。ずっとヒノカとか言ってたし。というところで、では第23話、これで終了したいと思います。